タオカス語は、オーストロネシア語族台湾諸語に属する言語である。漢字で、同、各語と表記される。台湾のタオカス族により話される。日本統治時代、研究や調査のため、井上角、小川久義、宮本、野辺人、浅井恵美林など、日本の学者は、信仰者に行った。第二次世界大戦後、日本の土田茂、台湾の李仁記、 ユキエビン、タオカス族出身のリュウ・サカエと、リュウ・シュウンなど、また記録と研究をし続け、タオカス語の資料が保存される。現在主に、台湾内国県の語、リュに和社が分布している。近年、昔の学者の調査や、記録や、高齢者の和社によって、テキストを編集し、リュウ・シュウン先生が、タオカス語教室の講師として、タオカス語の復興を目指している。町内に、 単語の看板が飾られ、辞典も絵本も出版されたので、消滅言語とは言えない。カラニュー、カラニュー意味、挨拶、こんにちは。タナヤナンハイよ、タナヤナンハイよ意味、お名前はハヌクエー、ヤナンカカイサナン、ハヌクアヤナンカカイサナン意味、私の名前はカイサナンです。イナマヒナニュー、イナマヒナニュー意味、あなたはどこに行きますかパテーバダイ意味。 それへりウりうまんきかーん、うまんきかん意味、ご飯をいただく。ローアン、ラウアン意味、がんばれ。または、ありがとう。https コロンスラッシュスラッシュ ihc.apc.gov.taylorwatts スラッシュ journals.php p ットイコール 619&id イコール759ありがとうございます。